わー、卵の自販機っすよこれ。卵さつまいもさん、卵の自販機あるんですね。私が大好きな卵ですね。やばいな、あとさつまいもあったらすごいけどな。じゃあ探しに行きましょうか。さすがにさすがにないやろ、さつまいも自販機は。行きましょう。行きましょうじゃない、さすがにさつまいもの自販機はない。え、なめんじゃねえぞ、私のリサーチを。私はもうリサーチしてあるんだ。私はリサーチをしてあるんだ。何をしてんの。この町のどこかにさつまいもの自動販売機がある。うん、そうな。もう卵は制覇したんで、うん、次はさつまいもを探す旅に出ようと思います。ああ、そうな。うん。今日さつまいもを探す旅の動画。そうです。需要性はありますか？ないです。ないですか？だってスーパー行けば買えるのにさ、わざわざ自販機まで行ってさつまいも。すごい。違う。なんとそこは焼き芋が置いてある。あ、そうな。そう。さすがにないよなとか言っ、ふっときながらも答え言うねんな。言います。私はもうリサーチしてあるんです。あ、そうなんですか。ということで、さつまいもの自販機探すんですね。はい、もつく。まあもうそろそろつくすかね。イエーイ。俺一つ不思議なことが気がついたのはさ、うん、なんかさ、自分さ、序盤にめっちゃさ、私はリサーチをなめなめなめみたいに言っとってさ、ナビしてノリやんけ。あ、じゃ1個だけリサーチしたことを言ってあげようか。あ、言うんや。なんと、うん、同じところにね、うん、クレープも売ってるの。そんなことあります。うわ、でかっ。何これ、でかっ。何があったん。すげえ。うわ、こんなにでかっ。気づいた、今や、今気づいた。すげー、でかすぎて今気づいた、あの人。すげー、でかすぎて。あ、ちょっと待って、全然見えてなかった。あ、道間違えてたわ。え、道間違えてた。え、後ろにバイクおる。俺や。え、めっちゃ楽しい道来たやん。下行かなあかんちゃうかな、これ。え、ほら言ったやん、楽しいやろ。いや、じゃあ下行かなあかんのかな言うてんねんけど俺。あ、大仏みたいな顔で。じゃあ下の道行かなあかんのかなって俺言ってんねん。え、いや、じゃあ上見た、大仏みたいな顔で。大仏は見たけど、多分これ下の道行かなあかん。これ行きたいねんけど、本当はこれ降りられへんしな、ここ。わあ、どんどん通り過ぎ、どんどん。いや、全然合ってない。どんどん通り過ぎていってる。すごい、ここの道楽しそう。あの橋渡る、渡る。やったー。そんな橋渡るだけでテンション上がる。めっちゃ嬉しい。あの橋でめっちゃ嬉しい。そんなになる。よかったね、ついに渡れんで。あー、やばい、あー、やばい。はい、渡ります。あー、そんなに面白くなかった。何よ、あの子も、いいバイク乗ってんねん。なんかこういう流行ってるな。何それ。なんか流行ってるやん。何の、あの子の。きっしょ。いくらずっと登ってって。ずっと登ってって言えよ。曲がってほしいとき大きい声で言うわ。振って。うん。ひだなんて。左。なんて。左。え、ほんまに。ほんまに。ちょっと待って、嘘やろ。え、ほんまに言ってる、これ。ほんまに言ってる。え、ちょっと待って、心霊スポットじゃないこれ、大丈夫。ほーわ。え、行っていい。はい、着いた言うてんで。え、着いたって。ここ。え、ちょっと待って。え、すごい神社ついちゃってんけど、これどういうこと、どういうこと。え、ちょっと待って、お前さ、え、クレープとはほど遠いんやけど。え、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 ちょっと待って、とりあえず、あれ、え、そんなことある。ちょっとよくわからんですな。とりあえずお参りしていくか。まさかの神社に着きましたけど、それでもあながち間違いではないらしいよ。参道沿いにあるっていう話なんで、どっかこの近くなんですよ。ねえ、リサーチした人。うん、リサーチした人はそう言います。
そう言います。お前変な翻訳したみたいになってんな。日本語売って英語になったやつもう一回日本語に戻した時みたいになってんな。うん、思うやん、あんた言うこと。せやろ。すごいすごい。おうおうおお、はい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 。この辺どっか突然あるかもしれんからな、気をつけて探し。突然あるっぽいな。気をつけてな、ほんま。突然あるかもしれんからな。なんかそうめん流しのお店の前にあるってか言った。ほんまやほんまや。え、あるでよ、そうめん屋さんやね。そうめん流しのお店。そうめん流しの。うん、そうめん流しって。流しそうめんじゃなくて、そうめん流しの。そうめん流しのお店。あ、なんかでもありそうやな、雰囲気。うわ、アロエ本舗や。アロエ本舗。そうめん流し。え、なんで、どこどこ、どこすどこすか。ほらほら、写真撮ってるやん、写真撮ってるやん。お、ほんま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 や。わろたわろた、これはわろた、完全にわろた。笑いすぎてやばいやん。これわろたで、わろたわろた。これ完全にわろたな。あ、途中でさ、卵の自販機見つけなくても、あそこにゆで卵売ってたで。ゆで卵売ってるな。ここじゃあ、うちの聖地ってことやな。そうやな。よっしゃ。うわ、すげえ、すげえ、すげえ。待って。すげえ、これはすげえぞ。売り切れ、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 売り切れ。あの人食べてたのに。あの人食べてたのに。あの人食べてた焼き芋。あの人食べてたのに。最後の一個は、悲しいよ。最後の一個が持ってた焼き芋が。え、待って、期間限定抹茶ミルク。これはすぐ心変わりするねんな。え、何？え、え、なんで？もうお金用意してすぐ心変わりしてるよ。クレープがあれ、いや、抹茶すげえ。ほんと、どうしよう。いけるいけるいける。押してみたら出るかもしれない。ここ帰るよ。でへで。ここ帰るよ。やっぱ俺抹茶ミルクかな。抹茶ミルク？俺抹茶ミルクやな、やっぱり。どんな感じで出てくるんやろ。やっぱ抹茶仙人としてはやっぱり。え、マジで？マジで？クレープ入ってる。マジで？あー、いいな。あ、すごい。私は一応ミルク。あ、すごいなこれ。でもクッキー&クリームもいいな、どうしようかな。めっちゃ冷えとる。冷えとるな。これは瓶はここに返せばいいのね。そうですね、瓶はそちらに返していただいて。ほんまにクレープやん。クレープやな。すげえわこれ。もう見てやこれ、関西初登場やからさ。すげえな。え、マルコポロールチーズ。へえー、でも焼き芋はさ、日本初。見て、お、今のドリキーやん。やった、やりましたね。最後のイチゴミルクですね。最後のイチゴミルクいただきました。ありがとうございます。クレープをね、日本初自販機クレープを食べていきましょうかね。食べよう、やっぱ嬉しい。いや、やっとな、ついにたどり着けれたな。よかった、美味しかった。日本初のクレープ自販機やったわ。まあ、ということでね、ほな帰りましょうかね。帰りましょう。え、てかちょっと待ってや。いや、これあれと、あの鳥居のどこやんけ。鳥居のどこやん。これ鳥居のどこやんけ。これ見たぞ。一回通り過ぎてるやんけ。反対側から見たぞ、この鳥居。なんやねん。まあ、私たちらしいですよね。一回通り過ぎてるやん。わあ、すごい、鳥居くぐる。まあ、くぐるわ。はい、はい、じゃあ鳥居を見ながらお別れに行きましょう。そうですね。ちょっと、はい、見れるのかってぐらいでかいよな、俺。めっちゃでかいな。めっちゃでかいで。先生、みなさん、さようなら。